ベーネルンコ、ベーネルンコ、バナーンは、スウェーデンで、最大、ヨーロッパで3番目に大きい湖である。この湖は、ベストライエータランド県とベルムランド県の中に位置する。地質学的には、この湖は、最後の氷河期の後、約1万年前に形成された。氷が溶けた時、現在のスウェーデン地域の大部分が、湖となった。続いて起こった、 氷河期後のアイソスタジーによる影響のため地表が上昇し、ベーネルンコやベッテルンコのような湖が形作られた。その結果として通常は淡水湖では見かけない氷河期から今に残る品種が生息している。ベーネルンコは5 6 5 5 k ルの面積を持つ。この湖は 海面から44メートルの高さに位置し、27メートルの平均水深がある。この湖の最大深度は106メートルである。地理的には、いくつかのスウェーデンの地方区分に分けられる、イエータランド地域にある。ダールスランド地方に主要部分が属するため、湖水の西の部分は、ダルボースホとして知られている。また東の部分は、バムランジョエン、ベルムランド湖として知られ、 北部はベルムランド県に、南部はベストライエータランド県に属する。主な流入河川はクラール川であり、北岸のカールスタト市の近くで湖に流れ込む。ベーネルンコの水はイエータ川を通って南西に流れ出ており、スウェーデンを横断するイエータ運河水路の一部となっている。ベーネルンコが提供する経済的機械は、漁業さらにはタト市や カテガット湾へと続くイエータ川による西方への便利な水分によって維持され、何世紀にもわたって存在している湖周辺の町によって示されている。この中には、直接的には、カール・スタード、1584年民家、キリスティネ・ハーブン、1642年、マリー・スタット、1583年、リド・ジェーピング、1446年、ベーネルスボリ、 1644年、オーモル、1643年、セフフレ、1649年が含まれ、間接的にはトロルヘッタン、1916年が含まれる。湖の中央にあるデュールエー島を含む、デュールエー群島は、デュールエー国立公園として保護されている。キネクレー、山の尾根は、ベーネルン湖の南東岸近くに位置する有名な観光地である。そこは、 湖面から270メートル高く湖の絶景を見ることができる。この湖では環境の観測調査が毎年行われている。2002年の報告書では全般的な水質には目立った低下はないが、藻類の増加のために透明度のかすかな低下が見られた。70年代から90年代にかけて窒素の増加が問題であったが、今は規制されて一定水準にある。 いくつかの入り江は不栄養化の問題を抱えており、藻類や植物性プランクトンが過剰に繁殖するようになってきている。ベーネルン湖には多様な魚類が生息している。地元の人々や政府の担当者は魚の生育地への様々な脅威に対して漁業保護計画の実施に取り組んでいる。これらの脅威には流入河川での水耕栽培、 汚染そして M74 諸工群、魚類の疾病の一種が含まれる。ベーネルン湖でのスポーツフィッシングは、例えば、鮭、または、マスは一人一日最大三匹といった、一定の制限はあるが湖岸からもボートからも、いずれもまだ自由で規制はされていない。商業用の漁業のみ、許可を必要とする。ベーネルン湖の開けた水域で、最も一般的な魚は、 東のダルボージアンで優勢な急流王であり、そこには1ヘクタールに平均2600匹の急流王がいる。2番目に一般的な魚は、酒科の魚もと告知ます。学名コーガネスアルバラ、コレゴヌスアルブラで1ヘクタールに200から300匹と、これもまたダルボージアンで特に目立っている。しかし、個体数は温度や水位、水質によって年ごとに大きく異なる。 ベーネルンコにはベーネルンサーモンとして知られる2種類の故障型の鮭がいる。その鮭はベーネルンコに固有のもので近隣の湖に散乱する。一つ目の種類は東の流入河川ガルスパングサルバにちなんでグルスポング鮭と呼ばれている。二つ目の種類はクララルグ鮭で主にクラール川に散乱する。これらの種はバルト海の鮭と同族で ベーネルン湖で9000年間独自に発達した。これらの種は公開しないことで有名である。これらの大きな故障型の鮭は約 18kg の重さがあることで知られている。20kg を超える世界最大の故障型の鮭はベーネルン湖で捕獲された。それはほぼ間違いなくスポーツフィッシングをする人の最も望む獲物である。また流域の川には 他の三種のサケ類の魚もいる。ベーネルンコでは基本的にすべての一般的な淡水魚を見つけることができる。最も重要な大型魚はマス、バスそしてパイクパーチであり、最も重要な小型魚はトゲウオである。ベーネルンコには特徴的な5種類のホワイトフィッシュが生息している。ベーネルンコ周辺で最も一般的な鳥は 様々なアジサシやカモメである。ウが、大いに繁殖しており、これはウを餌にする、ウミワシの個体数の増加に寄与している。しかしながら、ウは、魚民の網を襲撃するので、魚民にはあまり喜ばしいことではない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。